魔物はまだいるぞ。油断するな。ノエルも無理しないでね。朝から晩までオーパーツが見つかったからいいけど、ゲートまで行くならこっちが近道っすよ。ガドーさんが通していいって言ってくれたっす。パトロールにも慣れてきたな。こんな場所、メカに警備しないと。敵だ。封鎖しとけっつーの。油断は禁物だな。
うそう、これこの医療キットだよ。コクーンにいた時から使ってたやつなんだ。結構愛着あってさ、なくなってみると寂しかったよ。お礼ってほどのもんじゃないけど、これをあげるよ。珍しい石っころだろ。そこで見つけたんだ。セラたちも怪我なんかして、これ以上私の仕事を増やさないでくれよ。看護の心得があるやつは少ないんだからさ。戦いだったな。日が暮れると怖いんだよな。村を守ってるって感じだな。面倒だから封鎖しとけっつうの。ガットと出てこい怪物ども。パトロールにも慣れてきたな。こんな場所メカに警備させとけって。またか。おい、あれ、そこ、タイミング合わせるよ。やっ、えい、そこ、戦いだったな。またでた。
覚悟はいいか。ゲートをくぐれば二度と戻れないかもしれないぞ。覚悟はできてる。やっぱり夢や思い過ごしじゃない。お姉ちゃんは生きてるんだ。今まで疑ってごめんね。誰にも信じてもらえない辛さは誰より知ってるはずなのに。スノーが私を信じてくれたように、私はノエルを信じる。決めたの。だから一緒に来て。ありがとう。必ずバルハラに連れて行く。挨拶いいのか。十分だよ。みんなの気持ちは分かったから。お姉ちゃんのナイフをしっかり研いでもらったし。嘘。新しい知恵に付け替えてくれたしね、うん、猫のスノーはご機嫌だったよ。ブラシをかけてもらったんだね。白状したら。ほら、あんたもセラさん、絶対そのペンダント持っていくと思ったっす。旅の途中で壊れたら大変だと思って。本当にライトニングが生きてるならよ、ナイフの手入れもしてねえのかって怒られそうじゃねえか。もしセラさんが旅に出るなら、その分俺が世話しなきゃって。ありがとう。私行くね。未来とか時間の歪みとかまだよくわからない。だけど私はお姉ちゃんに会いたい。可能性があるなら信じたいの。必ず無事に帰ってくるんだ。じゃなきゃ行かせない。約束する。信じ続ければ奇跡は起こる。歩き出さなきゃ未来は変わらない。任せていいんだろうな。どうかな。自力でゲートを越えるのは初めてだし、こればっかりはやってみないと。おい、それじゃセラは。俺が守る。傷つけたり死なせたり絶対にしない。が信じてくれたセラのためにな。出発なんだね。ここから未来が始まる。お前は旅立ってくれた。確かなことも何一つない未来を信じてくれた。私もここで戦い続けよう。時の果てで必ず会えると信じて。セラ。不思議なところ。ヒストリアクロス、時代と時代が交差する道だよ。じゃあナエルはここを通って未来からやってきたんだ。正解。時を飛び越えてきたってわけ。セラにもできるよ。
復活か、人の手による再興か。人々が選んだのは科学の力だった。政府に代わって実権を握った臨時政府は研究機関アカデミーを設立。失われた技術を古代の遺跡に求めた。調査エリアの一つ、ビルジ湖畔。遺跡から出土したのは未知の巨大兵器だった。